プリスキアヌス、つまり、文法学協定、フィレンツェの首労、ルカデラロッビアによる返されアのプリスキアヌスは、一般的に、プリスキアヌスとして知られるラテン語文法学者。文法学協定の著者。この作品は、中世のラテン語教育において、標準的な教科書となり、四弁文法の分野の素材を提供した。プリスキアヌスの生涯は外して知られていない。 プリスキアヌスは、ギリシア系の血筋を受け継いでおり、マウレタニアカエサリエンシス属州の州と、カエサレアで生まれ育った。カッシオドルスによれば、彼は、コンスタンティノープルで、ラテン語を教えた。プリスキアヌスの言ったあまり有名でない活動として、512年に、コロニ、東ローマのアナスタシウス一世に対する賛辞を書いた、ことがある。これにより彼は、 国の秘護を受けられた。さらに、文法学協定の写本の中には、皇帝秘書課長のフラウィウス・テオドシウスが書写したという、旨の署名がなされたものもある。インスティチューションズ・グラマティッキー、1 2 9ーカ、ビブリオテカ・メディシア・ラウリンツィアーナ、フローレンス・プリスキアヌスの最も有名な著書、文法学協定は、ラテン語文法を体系的に解説したものである。 本書はユリアヌスに捧げられているが、これはプリスキアヌスより、幾分後の時代に生きたユスティニアヌス大帝の新直法の概略を書いたことでよく知られている。著述家ではなく、廃墟者ユリアヌスを指していると考えられている。文法学協定は18巻からなり、そのうち全16巻は主に音声、造語法、語形変化について扱っていて、後2巻は、 作品全体の4分の1から3分の1を占めていて、統合論を扱っている。文法学協定は、アイレオス・ヘロディアノスやアポロニオス・デュスコロスといったギリシア人の文法学者の著作に基づいている。本書に文法規則を説明する例文として収録されている。ものの中には、ラテン語著述家の散逸してしまった著作の断片が多数含まれている。 その著述家の中には、エンニウス、パクリウス、アッキウス、ダイカトウ、ウアロがいる。しかし、プリスキアヌスが最もよく引用したのは、ウェルギリウスで、それに次いで、テレンティウス、キケロ、プラウトゥスがよく引用された。他に、ルカヌス、ポラティウス、フーシシ、サルスティウス、スタティウス、オビディウス、リウウス、ペルシウスも引用された。 文法学協定は8世紀イングランドの著述家たち、アルドヘルム、ベーダ・ベネラビリス、アルキンに引用され、次の世紀にも、フルダのフラバヌス・マウルスや、フェリエールのルプス・セルアートゥスによって要約版が作られるなど、広く利用された。1000ほどの写本が現存しており、そのすべてが、テオドロスの作成した写本に由来している。 大部分の写本は1巻から16巻よりなり、いくつかの写本は17.18巻のみからなる。少数の写本のみが18巻揃っている。現存する最初期の写本は旧世紀のものであるが、それより、幾分古いものが、断片の形で残っている。それほど有名でない著書には、以下のものがある。ありがとうございます。